最上型護衛艦の建造計画だけど、12隻で終了し、次期 FFM を10隻建造するという情報があるよ。画期的な性能があるらしいが、それはどんなものなんだろうな。まあ年間2隻の収益だから中国は超えたと言えるぜ。そうだね。さて今回は、この次期 FFM の性能と最上型の画期的と言われた性能について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年12月16日、岸田内閣は安全保障関連3文書の改定を閣議決定し、2023年度以後の防衛予算を大きく増加させ、2027年度までの累計額がおよそ43兆円にも達するとマスメディア各社が一斉に報じたね。日本の防衛予算は年度ごと増加し、最終2027年度には NATO を基準値として認識されている対 GDP 比で 2% に上がる見込みになっていて、この水準に上がってしまった意義は大きいという声もあるよ。NATO 加盟国は2022年2月のロシア・ウクライナ戦争の余波を受け、ポーランドを筆頭に、多くの国が軍事費増額に着手しているため、対 GDP 比で 2% の目安は早晩達成されるだろうと確実視されているみたい。ただし、こういった NATO 加盟国の中でもドイツやフランスなど人口や経済規模の大きい国は、ロシアやその勢力圏の国とは国境を直接接していないせいなのか、比較的に動きが鈍いと感じられるぜ。というのは、地続きであるヨーロッパの地政学もあり、地理的な要因が大きいためと推察されるし、かつての東欧諸国がロシアなどと対峙する最前線になっている一方、ドイツやフランスが隔てられている現実があるんだろうな。一方、日本が位置するアジア状況を考えると、大陸の突端に位置する韓国は地続きで北朝鮮と接しているため、万が一の侵攻に備え大量の砲弾を備蓄していることがロシア・ウクライナ戦争で再確認されたぜ。韓国は野戦砲である 155mm 榴弾砲砲弾を大量に備蓄しているから、ウクライナへの同砲弾の供給に苦慮するアメリカはその有効活用を機として、迂回供与により韓国の備蓄をウクライナへ回すという方策が話題になったね。この話題はそこまで日本のマスメディアには取り上げられていないと感じられるんだけど、かつて朝鮮戦争という大規模な地上戦を経験した韓国は、砲弾の備蓄量が日本と桁違いということが認識させられたってわけ。日本は幸いなことに四方を海で囲まれているため、軍事力の重点は海上自衛隊に置いているんだが、現状は護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻などの艦艇の体制構築に取り組んでいるぜ。そうした中、海自の最新鋭護衛艦といえば、2022年から実戦配備が開始された最上型で、ネームシップで1番艦の最上を皮切りに、2023年3月までの期間に4番艦三隈まで収益をスタートしたよ。最上型護衛艦は基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、全幅 16.3m、深さ 9.0m のサイズで、計画当初は3000トン級が想定されていたんだけど、3割ほど大型化されたという経緯があるみたい。最上型護衛艦は海上自衛隊艦艇としては初採用となる CODAG 方式の機関を搭載していて、CODAG 方式とは MT30 ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジンを2機組み合わせたもので、2軸のスクリューで推進するということだね。最上型護衛艦の機関部はマックス7万馬力の出力を発生し、最大速力30ノット以上だけど、初期段階ではアメリカ海軍の沿海域戦闘艦のコンセプトに習う構想もあって、40ノット以上の速力を想定していたんだって。しかし、海軍艦艇同士の戦闘が起きる可能性が極めて低いと見られる状況では、こういった40ノットもの速力を出す機関部の構成にすると、大幅な燃費の悪化を招くため、この案は見送られたということらしい。例えば海上自衛隊の最新鋭イージス護衛艦のマヤ型の場合、基準排水量8200トン、満載排水量10250トン、全長 170.0m、全幅 21.0m、深さ 12.0m ですから排水量は最上型のおよそ倍と言えるだろうな。
しかし、マヤ型の機関部には COGLAG 方式が採用されています。これはガスタービンエンジン2機と電動機2機を組み合わせたもので、使用上では最大出力6万9000馬力、最大速力30ノット以上と公表されているぜ。単純にカタログスペックの数値で比較すれば、モガミ型ハマヤ型の半分の排水量しかないにもかかわらず、最大出力で上回るエンジンを搭載していることになるんだけど、その反面、最大速力が同じレベルいうのが興味深い点と思われるよ。ちなみにマヤ型の土台であるアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、2023年5月現在収益中の最新バージョンであるフライト 2A は COGAG 方式を採用。ガスタービンエンジン4機で最大出力2万6250馬力、最大速力30ノット以上とされているぜ。本家のアメリカ海軍は、マヤ型の倍のガスタービンエンジン4機を搭載しているので文字通り桁違いに強力だが、最大速力が30ノット以上とほぼ同じということもポイントと思われるな。というのは、このサイズともなれば原子力推進のような動力でなければ、通常動力型の機関部で推進する艦艇の速力は大差がないことを示していると同様、現代の水上戦闘艦はスピードによって性能を高めようとはしていないことも表していることになるわけだ。これは現代の海戦を想定した場合、水上戦闘艦が最も攻撃されるだろう敵の兵装は、機動性では回避不可能な対艦ミサイルとみなされていることが、最大の要因で、つまり、速度が多少上がったとしても、避けられないということだね。モガミ型が当初取り入れようと考えていた最高速度40ノット以上のアメリカ海軍の沿海域戦闘艦ですら、大隊艦として建造中のコンステレーション級ミサイルフリゲートですら最高速度26ノット以上だから、大きく様相が変化したということになるよ。さてモガミ型護衛艦だけど、小柄艦隊ながらも強力な CODAG 方式の機関を搭載していることと、機能面では一見してそれとわかる高度なステルス形状、対機雷戦闘まで担いうる点が最大の特徴だね。この護衛艦は主兵装である VLS 垂直発射艦にしても16セル分しか装備していない比較的軽武装な艦艇ですが、従来の汎用護衛艦 DD やイージス護衛艦 DDG に比べて攻撃力を追求しようとしたわけではないんだ。数では勝っている中国海軍に対し、重武装で正対しようと考えているわけではなく、従来はもっと小型の掃海艇が担ってきた対機雷戦闘、敷設から除去能力を付与して南西諸島防衛を目指したものと推察されるな。そこにおいて、モガミ型は有事の際、中国海軍の艦艇の南西諸島への接近を、機雷敷設による海上封鎖で防ぎ、逆に機雷を敷設された場合は除去し、味方の南西諸島への上陸を支援するものと考えられるぜ。ただし2022年の収益時点ではモガミ型はマックス22隻建造される可能性があると見られていたんだけど、2022年末の安全保障関連の3文書の改定内容では、今後は新型艦艇を建造していくことが表明されたよ。これによってモガミ型は12隻で建造が終了し、後継艦が現時点は10隻ほど建造される予定になっていて、いずれにしても同艦で初めて採用された FFM という艦式号の艦艇が22隻になることは変わらないみたい。これは護衛艦54隻体制の中では最多艦種となるもので、新型 FFM についても現行のモガミ型を設計建造した三菱重工業者と、ジャパンマリンユナイテッド社がその受注を競うことになっているようだな。新型 FFM がモガミ型からどのような変化を遂げるのかが注目点になりそうだけど、防衛予算が増額するのだから建造段階から VLS も兵装と一緒に装備してほしいという声があるみたい。納税者としては、予算が増えたからといって、兵装を買いまくって全部消化しなくてもと思っちゃうよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。